はい、皆さんこんにちは、ワダルグルビジです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊、続きをプレイしていきたいと思います。ドラマティックモードのボヤージュ4までクリア済みです。はい。では、護衛艦隊がアメリカ軍第3艦隊の攻撃を受けている状況になっています。チャフを撃ってレーダーの撹乱を行っていますので、ここは戦艦ニュージャージーの撃沈を目指して、進んでいきたいと思います。敵は駆逐艦が、護衛をしているようなので、この駆逐艦をかわしながらですね、まずは戦艦ニュージャージー、これを探して、魚雷を打ち込んで撃沈まで持っていきたいと思います。赤い矢印出てると思うんですけども、あの辺りにね、敵艦が潜んでると見て良さそうですね。お、撃ってきたわ。そしてちょっとこちらは、発見されるのを覚悟の上で速度を上げて、まずは敵の耐水弾をかわしていきましょう。できるだけダメージが少ない状態で戦艦ニュージャージーに取り付いてですね、そこからはもうダメージ覚悟の打ち合いを挑んでいきたいと思っています。もうおそらくあの一個後ろに離れているあそこに、いや、戦艦が潜んでいるはず。ちょうどなんかチャフの残骸みたいなのを受けてますね。あの下に戦艦がいると見て良さそうなので、戦艦の横につけて、すかさずですね、アクティブソナーを打ち、一気に距離を詰めて、魚雷を打ち込んでいきましょう。まずは、優先の魚雷、2本装填していきます。で、距離を詰めたらですね、もうダメージ覚悟、被弾覚悟の上で、魚雷を撃ちまくるという戦法にしていきたいと思います。で、撃ちまくるというからにはですね、ミサイル、魚雷ですね、魚雷1本ずつ装填して、連射性を高めていくという戦い方をね、取っていきたいと思います。まずは魚雷、命中しましたね。で、さらに1本撃ったので、追加で1本魚雷を撃っていきます。で、優先魚雷はですね、一番近いところにいる敵艦を目指していきますので、今だとこの戦艦ニュージャージが最寄りの敵艦という位置づけになってますので、この敵艦めがけてどんどん撃たれていくという状況ですね。で、この戦法のいいところはですね、もちろんその、魚雷がいっぱい撃てるというのはあるんですけど、優先弾を撃っていってるので、こちらがですね、被弾してしまうと、その優先が切られてしまう。あるいは、優先カッターを撃たれてしまうっていうリスクで、この魚雷が無効化されることがあるんですけども、こんだけ距離が近いとですね、まずそのリスクが多少減るというのと、優先弾が迷わないで済むと。このあたりがね、この、ゼロ距離から撃っていくことのいい点です。で、デメリットはもちろんですね、こちら速度が止まってたり遅かったりするので、敵に狙い撃ちされやすいというのはね、もちろんあります。で、魚雷がもうマーク46打ち切ったので、マーク48ですね。
ちょっとこれを使っていくしかないですね。ちょっと2連装に2本に切り替えます。だいぶ敵艦が戻ってきてるので、あんまり時間的な猶予もないというところなので、ちょっとここはですね、2本を打つ形に変えていきます。撃沈しました。魚雷はだいぶ使いましたが、ノーダメージですね。敵は戦艦を失う恐怖を味わっているということです。では敵空母ミッドウェイ、これの撃沈を狙っていきましょう。まずは、ミッドウェイの位置をね、確認していきます。航空機飛ばしてきましたね。基本的な戦い方は先ほどの戦艦を撃沈した時と同じようにですね、できるだけ空母に近いところに取り付いて、その上で優先誘導魚雷、これを多く撃っていくというのをね、やっていきたいと思います。で、空母の位置なんですけども、おそらく台形の真ん中にいるんじゃないかなと思いますので、ちょうど今画面に映ってきたところ、あそこに空母がいると思っています。接近したらアクティブソナーを打ってですね、敵の位置も確認していきましょう。今ちょうど敵の艦隊編成の下をくぐり抜けるという状況ですね。さあ、ではちょっと後ろに回り込みましょう。敵の空母の後ろに回り込む。ではここでちょっと危険を覚悟の上で距離を詰めたので、まずはアクティブソナーを撃つ。そうですね、やっぱり敵の空母がここにいました。なのでここからですね、距離が近いのを一気に撃っていきましょう。まずは一発命中。距離が近すぎるのがちょっと気になるので、怖いんですが、まあ、なかなかね、撃てるチャンスも来ないと思いますので、ここはですね、誘導弾、連発していきます。さあ、お互いに攻撃し合ってる中、こちらのマーク46の魚雷を撃ち尽くしました。かなり本数としては当てているんですが、さすが、空母という耐久力を見せつけられているところですね。なかなかこの空母が仕留められない。もうあとマーク48が、4本というかなり追い詰められつつある状態ですね。当たったけど、まだ沈まないかな。いやー、魚雷の直撃数で言うともう10本は当ててると思うんですけどね。まあ、もちろん、前段当たってるわけではなくてですね、外れてしまってるものもあるんですけど、直撃弾だけでも、おそらく、10本ぐらいはね、当たってると思うんですけどね。うわ、外れたか。これ最後の1本。これ外れるともう終わりですね。当たった。あとは撃沈できるかどうか。できなかった。いやー、残念。できなかったですね。撃沈しました。いやー、なかなかしんどくてですね、何度かやり直しをしましたが、無事にミッドへ撃沈することができています。長きにわたってアメリカ海軍を支えてきた不沈空母の最後。
はい。というわけで今回は戦艦、そして空母、撃沈しました。ただね、次は最新鋭のイージス艦がいてというところになるかもしれないので、引き続き、しっかりと、サブマリーナの、ね、戦い方を勉強していきたいと思います。